こんな風に綺麗に折れるといいのですが、何度練習してもなかなかうまく折れない場合もあります。今日は一般的な折り方ではなく、簡単で綺麗に折れる方法をご紹介します。初めて折る人、苦手な人には金色の折り紙をおすすめします。折りやすく折り目もはっきりとつきます。まず折りにくいのはこの形にするところです。一般的には方三角に折りますが、私の場合は白い方が外に見えるように三角に折ります。広げて折り目を伸ばしたらもう一度折ります。また伸ばしたら、今度は金色が外になるように四角く折ります。最後にもう一度四角く折ります。そしてこの四角との両端を持って合わせていくと、はい、きれいにこの形が出来上がります。次にこの開いた部分を折っていきます。この筋に合わせて折るのですが、ここを尖らせるのが大事です。ナイフの先などを使ってピンと細く折ってください。もちろん爪の先などを使ってできる方はそれでも構いません。裏側も同じように折ります。ナイフの先を使ってみましょう。一般的な折り方ではここで開きますが、まだ開きません。この部分に沿って折り目をつけます。ここが大事なポイントです。一旦よく伸ばして反対側にも折り目をつけておきます。それからこの部分を開きます。そしてここをこの先ほどの折り筋のところで折り上げます。下半分はもう折り目がついていますから簡単に折れます。上側は折り目が反対になりますから丁寧に折ってください。このようになります。反対側も同じように広げたら、この線で折って下半分を折ります。上半分を折り目に沿ってきれいに折ります。こちらが羽になります。こちらが足になります。足の部分も細く折っていきますので、爪の先を使って細く折れる場合はいいのですが、そうでない場合はナイフを使います。ナイフの先で押さえて細く折ります。反対側も折りましょう。
ここまでできたら、この間を開いて足の部分を上に折り上げます。しっかりここまで折ってください。そうして羽を畳みます。反対側もまっすぐに折り上げて畳みます。そうしておいて、この先を少し引っ張り出して半分ぐらい見えるところまで、ここですね、このくらい引っ張り出します。くちばしになる部分を折ります。そして向こう側にも折ります。一旦伸ばしたら間を開いてください。そうして折り曲げるとうまく鶴のくちばしが出来上がります。これで羽を持って広げれば、はい、折り鶴の完成になります。